どうも撮影車検ウプ主です。やっほー、千葉の200休憩だぜ。今は千葉駅に来ているよ。これから特に用もなく内房線に乗るよ。来ました内房線ネタ。俺はこの日を待ちわびていたぜ。そして随分とお前の声が変わったな。ああ、せっかく動画にボイボ使ってるから、俺の声もゆっくりからボイボにしようと思ってね。俺の声によく合った低くて渋い良い声だね。気に入ったよ。そうか。よかったな。とりあえず内房線ホームを目指そうか。今度の内房線は15時54分発の君津行きだぜ。学生が多いね。時間も時間だ、それは仕方ない。まあ俺も今年20歳を迎えるピチピチの学生だけどね。学生が帰宅中に電車に乗って遊んでいる映像なんて誰が見るんだ。知らん。相変わらず切ったね。汚ねえよな。だって前面の塗装もちょっと腫れてるし、窓もスカートも車体も汚ねえし。俺だって好きで汚くなってるわけじゃねえよ。俺が汚いのは千葉のお偉いさんがちゃんと洗車してくんねえんだよ。てかそもそも洗車場が幕張にしかねえのがおかしいだろ。確かに君津とか上総一の宮とかに洗車場を置いても良いと思うんだけどな。よし、それじゃあ早速乗り込むぜ。お前に乗り込むのは2ヶ月半ぶりだな。首都圏で最も素敵な200休憩様だ。いつも乗せてもらってることに感謝しろよな。ああ本当に感謝してるよ。軽すぎだろ。ラッキー、クロスシートに座れたよ。ワクワクドキドキの内房線の小旅行ハージもあるよ。たくさんの魅力で溢れた房総客船はその辺の路線とは格が違うぜ。ドアチャイムの音ひでえな。劣化が激しい。千葉駅帝国出発だぜ。とりあえず車窓を楽しもうか。千葉都市モノレールが見えるね。千葉市街の象徴みたいなもんだぜ。早速本千葉で別の人が乗ってきたよ。車窓はあんまり映せなくなるかな。車窓を映すために乗りに来たんじゃねえのかよ。今そが出たところだけど、俺の座るクロスシートは早速4席中3席埋まったね。俺の隣に学生さんがいるよ。車内もそばについたあたりから混んできたぜ。内房線もにぎわっていることがわかるぜ。揺れが激しいね。カメラが揺れているのはわざとじゃありません。結構ガチで揺れています。おっと、車内で昼食を戻すなよ。大丈夫、俺は乗り物酔いには強いよ。一瞬地震かって思うくらい揺れるんですけど。線路の問題か。俺は知らねえよ。すみません、失礼します。こいで一旦降りるよ。あの小湊鉄道の乗り換え駅、こいだぜ。200休憩で見えないけど、奥に小湊鉄道の車両が止まっているよ。なあ小湊さん、元気してる？あんた相変わらず車体汚いわね。